Welcome everyone to Dokumi 2017. Now we have someone who is drawing something, and yeah, let's first have a short introduction. Who are you? 日本から来ました、漫画家の四季さとしです。今、進撃の巨人ビフォーザフォールという漫画を連載しています。実はドイツのイベントに来るのは15年ぶりでして、15年経ってまだそのドイツのその漫画と日本のこう熱さにこう驚かされることがあるというか、非常に楽しく過ごさせていただいてます。What is your impression of Germany and what did you see here and what do you like most? さっきも言ったようにドイツは15年前に一度来たきりで、その後、進撃の巨人のビフォーザホールを始めた時に取材で、何度か来るようになって、非常にそのドイツの文化、歴史を深く知ることになりました、これは僕にとっても非常に有意義なことでしたし、もちろん今の作品にも生かしていきますが、その経験と知識を、今後の人生の人生においてこう作品を発表できる、時に何らかの役に立つのではないかと思います。ドイツの、非常に深い歴史と文化に感銘を受けています。 So here Dokumi, what is your job here and what are you presenting here?開会式での挨拶をまずさせていただいて、その後、ワークショップ、サイン会を、まずさせていただきました。ワークショップに関してはその大人数の前で原稿のペン入れをしたのが初めての経験でしたので、なかなかこうなかなかない経験でしたし、いろんな人の質問を受けながらペン入れをできて貴重な経験でした。楽しかったです。Why did you choose to be a mangaka? 僕は中学3年生の時に漫画家をはっきりと目指したのが中学3年生で、好きな映画を何本か見てて、その起承転結やストーリーがしっかりしているものを、僕ももともと絵が好きだったので表現するには漫画が一番じゃないかと、それで漫画家を目指すようになりました。What do you do when you're not working and what are your hobbies? 漫画家を始めてから実は趣味で絵を描くことはあまりなくなって、休日はもう本当に普通のお父さんです。子供と遊んで車で家族でドライブに行く、そんな、お父さんです。What are your future plans and what are your life goals? ずっと漫画家をやってると思います。これが自分の転生の職業だと思いますし、これ以外の職業をしている自分がイメージできないので、やはりずっと漫画を描いてると思います。Would you like to say something to your fans and viewers out there? 今「進撃の巨人ビフォー・ザ・フォール」を始めたことによって新しいファンの方も、随分増えたと思うんですが、僕 の, 昔20年前描いた漫画もこうサイン会で持ってきてくれたりとか、ヨーロッパのファンはすごくその一度好きになってくれたらこうなかなかこうついてきてくれるというか、いつも応援してくれるファンが多いので非常に感謝しています。Thank you very much for the interview, Shiki-sensei.